を高めたパワフルなエンジン、爽快でスムーズな加速を体感できるラグジュアリーなスポーティーモダン。今回はキャデラック CTS プレミアムをご紹介します。長さ4970ミリ、幅1840ミリ、高さ1465ミリ、ボディサイドへと流れるように切り込んだデザインのヘッドライト、中央にキャデラッククレストのエンブレムを配置した重厚な大型グリルが特徴的なフロントフェイスです。タイヤホイールには中スポークの18インチアルミホイールを採用し、足元のスタイリッシュさをさりげなく引き立てます。プロジェクター式ハロゲンヘッドランプを採用、印象的な LED 縦型光源もついており、暗い夜道でも視野を明るく照らします。ハイビーム照射は自動調整機能付きです。リアコンビネーションランプも明るい光で周囲に自社の存在をしっかりと知らせます。キーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの開錠、施錠が行えます。またキーを携帯した状態でドアハンドルのタッチセンサーに触れて開錠、施錠をすることも可能です。テールゲートもキーのリモコン操作で開けることができます。それでは内装を見ていきましょう。フルセミアニリンのジェットブラックレザーシートを採用、モレロレッドのアクセントカラーがスポーティーな印象を強調しています。シートは電動で二重ウェイ調節が可能、指先一つで簡単にシート位置の調節ができます。シートヒーター機能もついており、快適なドライブを楽しむことができます。フロントドアにはシートメモリー機能スイッチを配置しています。パワーウィンドウドアミラースイッチの調整も行うことができます。エンジンスイッチはメーター右隣にあります。キーを携帯した状態でブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動、合わせてメーター類も起動します。メーターの間に設置されたインフォメーションディスプレイは視認性のいいフルカラー表示が可能、車両のさまざまな情報を確認できます。ステアリングコラム左側にはヘッドアップディスプレイの設定スイッチを配置、運転席側のフロントガラスに表示されているヘッドアップディスプレイの表示位置、内容、照度などを設定することができます。通話やクルーズコントロールはステアリング左側のスイッチで操作できます。ステアリング右側のスイッチでメーター内のディスプレイを操作して車両のさまざまな情報を表示できます。また音量の調整ができます。ステアリング左下のスイッチで前方衝突警告の車間距離調整やレーンキープアシスト、ステアリングヒーターのオンオフができます。
ステアリングコラム左側にはウインカーとハイビームの操作レバー、反対側にはワイパーを操作するレバーがあります。ウインカーレバーの下にはステアリングの位置を調整するスイッチ、ステアリングの裏側にパドルシフトコントロールを装備、マニュアルモードの時手動で変速操作ができます。インパネ中央には8インチのタッチパネル式ディスプレイを配置、車両情報、ナビ、オーディオのほかスマートフォンと連動して使用することができます。ナビディスプレイの左側にはオートストップ、スタートのオンオフスイッチを配置、反対側にはグローブボックスのスイッチを配置。ボックス内は上質感のある起毛素材となっており、左上には ETC 車載機もあります。エアコンは助手席、運転席でそれぞれ温度設定が可能。設定内容はセンターディスプレイに表示されます。シフトレバー後方には道路状況に応じてホイールスピンを制御するトラクションコントロールの操作スイッチ、その下にはドライブモードの選択スイッチを配置。ツーリング、スポーツ、スノー、アイスの走行モードを選択することができ、好みや路面状況に応じて設定することができます。左側の電動スライドカバーを開くと前席用のカップホルダーがあります。後方には小物収納スペースと 12V ソケットが装備されています。アームレストとしても使えるセンターコンソールボックス、リットを開けるとボックス上の収納スペースになっており、中には 12V ソケットと USB ソケットが装備されています。サンバイザーはバニティミラーと照明がセットになっています。フロントシート天井にはルームランプを設置、車内を明るく照らします。オーバーヘッドコンソール手前にはリアウィンドウのサンシェードの操作ができるスイッチを配置。オーバーヘッドコンソール中央には電動でサンシェード、サンルーフの操作ができるウルトラビューサンルーフの操作スイッチ、明るい空間を演出できます。リアドアも内装とマッチしたデザインとなっており、パワーウィンドウスイッチがあります。運転席と助手席の裏側に雑誌などの収納に便利なポケットがあります。後部座席中央には収納式のアームレスト、アームレスト上部のつまみを開けると収納ボックスとしても利用でき、先端には収納式のカップホルダーも用意されています。センターコンソール後部にエアコン操作パネル、シートベンチレーションは左右独立して設定が可能です。テールゲートを開くと横幅の十分確保されたラゲッジルームスペースが広がります。照明もついているので暗い場所でも荷物の取り出しに便利です。ラゲッジルーム右側には小物の収納に便利な収納ボックスを設置、左側のカバーを外すとヒューズボックスがあります。床下を開くと工具などの収納に便利な床下収納スペースを用意、リアシートは左右分割で倒すことができます。シート肩口にあるレバー操作でリアシートを倒すことができ、長さのある荷物の収納にも便利です。四輪駆動システムを備えた安定感のある走行性能と
上級グレードならではの上質なインテリアを組み合わせたラグジュアリーな1台。以上、キャデラック CTS プレミアムのご紹介でした。